こんにちは。今回は現在の日本ヤモリの様子です。一つ前の動画では自作の飼育ケース作りを紹介しましたが、ケース作りの説明が長くなったので、今回はその期間に撮影した日本ヤモリの様子をまとめました。こちらは8月末の映像ですが、夏の間にガンガン大きくなりました。なかなか大きさは伝わりにくいのですが、捕獲当時は全く重量感がなくか弱い感じでした。明るい時には隠れているので、掃除のタイミングで撮影しています。9月には1センチぐらいのレッドローチも食べています。こちらは10月の様子です。 M サイズぐらいのイエコもがっつり食べました。10月末、ケースを移す数日前の様子。小さなガがいましたが、部屋にいて捕獲し入れておいたやつです。近くで撮影すると大きく見えます。ケース内にスマホカメラを突っ込んで撮影しました。ここから飼育ケース変更後の映像です。濡れてるところは登りづらそうですが、それでも張り付いていられていますね。
ということで最近の日本ヤモリの様子でした。どんどん寒くなる時期ですが、飼育ケースは日本トカゲ水槽の上にでも置いて、時間によって暖かくなる環境で越冬させようと思います。また冬の様子も報告していきます。それでは次回の動画もよろしくお願いいたします。